マンチェスターシティのベルギー代表MFK、ン・デブルイネは、プレミアリーグでの盗塁アシスト数で、歴代トップ10入りを果たした。区、部公式ウェブサイトやAメディアなどが伝えている。今シーズンのシティの試合はダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、ブルイネは27日に行われた、プレミアリーグ26節のウェストハム戦で1アシストを記録。精の高いクロスを DF ルーベン・ディアスの頭に合わせ、公式戦20連勝となる2-1の勝利に貢献した。デブルイネは、プレミアリーグで通算77目のアシスト。マンチェスター・ユナイテなどで活躍した、元イングランド代表 FW テディ・シェリンガム氏の76アシストを上回り、歴代単10位に浮上している。デブルイネは、あと3アシストで、歴代9位のデイビッド・ベッカム氏の80アシストに並ぶ。1位は、ライアン・ギグス氏、162アシスト。2位は、セスク・ファブレガス、111。3位は、ウェイン・ニー氏、103。4位は、フランク・ランパード氏、102。5位は、ニスベル・カンプ氏、94。6位は、ダビド・シルバ、93。7位、スティーブン・ジェラード氏、92。8位は、ジェーム・ミルナー。85となっている。9位のベッカム氏が3265試合に出場。上位8人は全員が300試合以上に出しているのに対し、デブルイネはわずか175の出場で77アシストを記録。1試合あたり約 0.44 のアストを記録し、上位10人の中でもセスク約 0.32 を上る最速ペースでアシストを量産している。両。